飲み込まれたね。雰囲気に飲み込まれてますんで。そう、第2部は突っ込みたいところは山々なんですけども、こう突っ込みきれないところがちょっと歯がゆいとは思うので、ちょっともう引き続き頑張っていきたいと思います。お願いします。てかそれはでもリーダーが悪いよね。続いた。そう思わない？何ですか？各々やっていこうっていう漠然としたのじゃなくてさ、はい、コナン君にはコナン君のいいところがあるわけですよ。コナンにね。そこをさ、はい、ちゃんと言ってもらってさ、どうやったらいいよって言われたら、だって受け身なんだもん。でもやりたいことは出してもらってるんですけど、おでこっちからはさっき言ったように、あ、いいよ、やりな。おでもやりたいことなんて言ったの？動画配信。動画配信。じゃあちょっとそれを本当にやらせてあげないと、ね、この前だから2人で会った時にもう全て言いました、うん、これとこれとこれをやるっつって、うん、でメンバー内にこうこうこうやってこうやって自分はこういう期間でやって、うん、こういう層を狙うからこういう風な動画を上げるってことを全部作って週に1回上げろっていうことを全部言いました、うん、もうおおどうですか進行状況は、うん、まだやってない、まだやってない、まだやってない、危ない危ない、書かれてないからまだね、まだね。動画というかコンセプトみたいな、コンセプトは決めてないんですけど、うん、なんか面白く映るためにどうするかを、うん、なんか動画見てますね、いろいろ。てかさっき言ってたそこ地下アイドルネタはダメなの？いいんですかね。いいな、だってそれが一番好きっていうか趣味なんだからね、そっちの方が楽しそうだしね、うん、これはどのどういう、待ってその地下アイドルに関してちょっとこうあまり私こう知識がないので、はい、教え願いたいと思うのですが、どこから教えるの？どっから行こうかな。これケンちゃんが語らすと長なりそうやな。じゃあね、はい、まずはこう一番好きなアイドルの結成から行きましょうか。お、自分今なんですけど、なんか2年、うん、1年前に、おなんか応援してたグループがなくなってしまって、おお、なんと残念。で1年2月なんですけど、もうちょっと1年経つんですよね。はい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 、でなんか今なんか別に応援してるとこなくて今。あ、そうなんですね。なんで、うん、好きな時に好きなところ行ってますね、うん、なるほど。じゃあ今ちょっとこう固定のがなくて、そうですね、いろんなところに行くわけですね。そうプラプラしますね。なるほどなるほどなるほど。え、じゃあ結構近いのっていっぱいあんの？まあ、気づいたらなくなったとか、なくなったりとかありますね。ほいほいほい。え、それってさ、なんかこう芸能事務所がやってるとかではなくて、なんか個人でやってる、フリーとかでやってる。事務所も結構ね。あ、そうなんだ。そういう、なんていうか、個人的な事務所とか。おうおうおう、うん、はいはいはい。主ななんかこう、ライブを見に行く感じ？ライブですね。おあと、なんかカフェとかも。あ、ありますね。メイドカフェとは違うの？とは、そんな感じですね。チャージ料買って、なるほどなるほど。コーヒー1500円とか、コーヒーは600円ぐらい、650円。なんとかビームみたいなやん。なんかオムライス頼むと絵描いてくれる。おお、いいだね。いや、あれですよね。同じ同じ。どうも今突っ込みかけましたもん。そっか。なんか僕も気になってたんですけど、え、アイドルがカフェやってんの？え、アイドルアイドルって何なんですか？てか歌って踊るのがアイドル。アイドルでしょ。アイドルね。あ、そうなんですか。アイドル的な。あ、はい。アイドル的な。的な存在。なんかでもそう考えると本当になんか幅広くなったよね。はい。そうですね。どういう。そうです。アイドルの定義が分かんなくて。いいね。その投げかけはいいと思う。うん、アイドルの定義。ケンちゃんからしてアイドルの定義って何？うん。定義。なんだろう。定義の説明からしたもんね。お父さん、お父さん、自分はなんていうか、なんか友達がいて、うん、昔からその知ってる人とか、うんうんうん、そのあれで結構行くんですよね。うん、行く友達が一緒に行くんだね。そうですね。おー、なるほど。そういう感じですよね。趣味友がいるわけですね。Q&A かおかしくない？Q&A もQ&A おかしくなかったですね。出会いましょう。待ってる、今の待ってる。
なるほど、なるほど。じゃあまあとりあえず一回行ってみて、その友達と行ってみて、はい、気に入ったら僕のアイドルだってことですよね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。それでも定義は完璧です。面白いね、面白いね。完全に飲まれてるよ。、うん、完全にここまででベティを飲むのもなかなかないよ。滑り台だよ。本当に。超えてこ、すげえ。じゃあ結構好きだったアイドルも1年で終わっちゃって、結構みんな短いもんのスパンっていうか活動。長いところは長いし、なんか短いところは本当に半年とか。あ、そうなんだ。短いところは本当短いですね。へえ、私たち解散しますみたいな感じで。急にライブ中に終わったで MC とかに。重大発表がありますか今。おさよなら。泣いちゃう。私たち何月何日に解散します。半年で泣くなや。うおーって。ライブは主にどこでやってるの？渋谷とか木原原とか。あー、なるほどね。昨日も行きましたね。お、なんていうグループの曲？昨日はなんか昨日できたグループなんですけど。昨日できた。ほや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 。すげえ。ほやほや。チェキ取ってたの。あれ、うん？チェキ取ってた。チェキ取ってたんですよ。なんかすごい、あ、ケンちゃんが好きなアイドルなんだなと思ったら昨日決定したの。すごくない？すごい。よく投資したな。でもそういう活動内容をさ、YouTube に上げるべきだと思って。そうそうだよそうだよ。自撮りでずっとこうやってやってれば楽しそうじゃん。いや、むしろ中野健二くんが楽しそうっていうところですごい食いつくもん、うんうん、中野くんが笑ってるそれこそさ、もう地下アイドルがさ、来てもらったらすごいやつらみたいな、ね、まで行ったらこれなんかカメラで撮ってもいいの？撮っちゃいけないの？何が地下アイドルってなんかこうなんかダメじゃないですか。あ、ダメなの？言わないと許可取んないと。そうなんだ、ね、なるほどね。だからチェキなんだね。そうですね。チェキはお金かかる。場所によって値段は違うんですね。なるほどね。まあ、そういうのでやっぱこう 収益を取ってっていうのね、うん、なんかこう貢献してるね。そうですね。ちゃんとね、うん、高いと思ってるんですけど、うん、別に好きだからいいかなと思って。うんうんうん、そうだよね。せっかく行ったんだけど、ね。そうだね。そうだね。スプラッシュマウンテンの写真をみんな買うんだから、ね。それと同じだよね。すごいな。例えがすごい。例えがスプラッシュマウンテン。でも待って、あんなのいらないじゃん。いらない、いらない。でも買うわけじゃん。買ったことないけど、そうなんだ。そう、買ったことないけど、でも分かります。分かる、分かる、分かる。そうそう、そういうことだよね。すごいな、チェキ。チェキってまた流行ってるの？あれ。え、自分で持ってるの？チェキ。だから物販に行って、チェキ券くださいって言うと。今買って、で並んで、うん、握手会みたいな。そう。あ、じゃあ2人で写ったやつとかも、あと全員で写るやつとかもあったり。その子の名前なんつうの？昨日行った子はなんだっけな、アムちゃん。アムちゃん、アムちゃん、アムちゃん、アムちゃん。よかった、覚えてた。忘れちゃったって言うから。俺ちょっとそれ待ってました。すごい仲良さ、なんかこういう写真撮ってなかったかな。こう、手持ってなかった。あ、俺だった。こういう写真撮ってた。めっちゃ好きそうだよ。すごいじゃんね。だからあ、すごい好きなんだなと思って。でもアムちゃんもしかしたら来月にはいないかもしれない。そうそうね、怖い世界やで。でもそのちょっと展開が面白いね。ね、なんか一回しか会えないみたいなさ。ちょっとスリルがあるよね。近いより確かに深いな、そう考えたら。もしかしたら次はないなみたいなアイドルとかいるわけでしょ。なんか気づいたら違うグループに行ったりとか見かけます。そんなパターンの。すげえすげえ。やめちゃって違うグループに受けるね。オーディション受けたりとかで。そうなんだ。大きいところとかにこれが行ったり来たりしてんだ。こうやってそうですね。何人ぐらいお客さん来てるの？人数ですか、うん、昨日のはちなみに昨日は50もいなかったです。あ、でもすごい、ね、すごいですよね。昨日結成で50。そうだよね、はい、結成なんかパーティーみたいなのではなかったの？ではないです、ね、あ、普通に。あ、そうなんだ。じゃあもともとどっかにいた人たちなの？そういうライブってあれなんですよ、その他のグループの人たちも来るんで。あー、なるほどね。まあ、人数は集まるんですよ。それなりには3、40は普通に。なるほど。そこで新アイドルがお披露目されるわけですね。そうですね。ああ、なるほどね。へえ、面白いね。はい。面白い。本人なんかいたって納得してないような感じだった。超一の
川だって。ですか。やったエンジンかかってきてる。教育の映画だと本当面白いよね。面白いですね。何年ぐらいやってるのそれ。自分は、うん、は三四年ぐらい、五年ぐらい。結構長く。きっかけはなんで地下アイドルを好きになったの。もともと AKB 好きだったんですよね。まあ行ってなかったんですけどそんなに。なんか友達がなんか地下アイドル行こうぜって言われて、うん、まあ行って時々。わーわーしてましたね。アイドルがもともと好き。そうですよね。あ、そうなんだ。じゃあ今の仕事はすごくなんか憧れの人たちと同じこうちょっと舞台に立てるっていうので、うん、ちょっと嬉しいです、ね、そうだよね。大丈夫か。ベティ飲まれる。完全に新年早々飲まれるから。そうなんだ。へえ。すげえな。他には好きなのないの？アイドルの他に。他の趣味ですか？うん。他の趣味っていう趣味というほど趣味じゃないですけど。うん、いいですよ。よくサイクリング好きが。いいかい。めっちゃ好きなんだ。すごい。サイクリング、はい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 。どうぞどうぞ。アマチャリ？ではないですよ。ちゃんとしたロードレーサー？とクロスバイクです。おお。すげえ弱虫ペダルみたいな感じ？いや、そこまでいかないですけど、うん、そのこういうやつです。こういうやつ。いや、弱虫ペダルもこうだろ。そうだね。そうそう、そうだよ、ね、こうだよね。お父さん。違うんだよ。弱めなのやつはね、高い位置に来ちゃうんだよ。昨日やってた弱虫ペダル。あ、そうなの。そこそこや。福井さん、ゲームって言おうかと思った。サイクリングとか。ゲームも好き。ゲームも好きですね。何ゲームだ。ホラーゲームやってますね。おお。かまいたちの夜。懐かしい。ではないです。違う。ではないです。マヤさんの。ではない。あ、ではない。ではない。なよく YouTube に上がってるサイコブレイクっていうゲームなんですよ。知らない。知らない。昨日やってたらなんか主人公の首が飛びましたね。何の情報だよ。すげえ笑顔だけど今。ああ、なんかちょっとお前がしんどくなってきた今ここら辺が。すごい。見て見て、今日一の笑顔ですよ。首飛びましたって。終わった。やばい。意外と速いペースで進んでいくんだけど。